ブラッシュと言います BRUSH と書いてブラッシュと言いまして、えー、書道、まあ、直感でポエムを書いたり絵を書いたり、えー、曲を作ったりしております。さて前回のあらすじの続きでございますけれども前回はブラッシュがまあどうやって今このようになってきたかというところで おお話をしておりましてて、りま今日で第3回か4回目なんですけれども、えーまあ、昨日はその地元のところから温泉で試しに描きながら、えー、大きな鹿児島市内の町の方に出て行って描き始めましたよっていうところまでお話をさせていただきましたで今日はその鹿児島市内の天文館のところで描いたところをお話しして いきたいいと思いますもし、あのー、YouTube これ見ていただける方いらっしゃればチャンネル登録そしてグッドボタンですね押していただけたり,たり、えー、コメントをいただけたら嬉しいかなと思いますので是非とも、えー、見ていただいた方、まあ、感想としてですねコメントくださいませ。さて、まあ、前回 鹿児島市内って書いた中でですね。まあ、どのようにして、ブラッシュが道端に座って書いてたかっていうところの続きを話していきたいと思います。まあ、そうですね。港そう。鹿児島の錦江湾の桜島がある。錦江湾の近くに鹿児島の港がございまして、そこに車を停めて、そこから歩いてえ書くところまで行って、夜の大体まあ、ライトダウンする。 7時ぐらいかな夜の7時ぐらいから、えー、10時12時ぐらいまでかな深夜の12時ぐらいまで、えー、座りながら書,いて書くということをやってましてで、まあ、その中で車、まあ、そのまま、えー、銭湯とかあったのかな、まあ、あまり記憶はないんですけれどもそのまま書き終わってからまた駐車場に戻り、えー、そこで寝泊まりをしてた。 記憶がありますねそこで寝て今度は朝から、えー、そこら辺をブラブラこう散歩しながら昼は映画を見て映画館で映画見てでまた夜に備えて夜描き始めるみたいなあんまり記憶は薄いんですけれどもまあそんな感じでやってたかなという印象が残ってますね。まあ、ひたたすら集中ししてて、えー、街にに出るようにしてたので まあその期間っていうのは限られてるんですけれども、まあ、そんなことを、ね、やってましたでそこでやっぱりいろんな、まあ、方に出会うわけなんですけれどもまあその場所も変えながら、えー、注意され警察の方がね来て注意されたらやっぱりそこのお店を畳んで移動しないといけないっていうことでまあ、うん、遊牧民みたいな感じですかねモンゴルの。まあ、点々とそこら辺を ちょっと移動するみたいな感じで注意されたところからは、まあ、すぐね移動しながらやったりとかいうことで、まあ、ストイックにずっと書き続けるってことに執着してすぐお店が出せるっていうかすぐセットできてすぐ撤去できるみたいな感じとかも考えながら、えー、座り込んで、えー、書いてました、まあ、そこで、まあ、いろんな方に出会いまして、まあ、日中も書いたりもしてたんですけれどもそうそう日中も書いてましたねそうよく思い返せば 夜がメインではななかったな日中も座り込みながら書かせていただいたりとかしてましたで、まあ、そこで、まあ、いろんな方に出会うんですけれどもやっぱりあの興味がある方が何してるのっていうところから始まった会話で、まあ、話を始めて、まあ、こういうことをやってますと、えー、直感で詩を書いてで、まあ、文字を書いて販売してますあじゃあこういうのを書いて、まあ、そこからはもうオーダー、まあ、今のスタイルのオーダーみたいなのが始まってまして まあこんな感じで書いてとかね名前だけ真ん中に書いてとかあとはまあそうですねえその穴,穴がね穴が通る穴が紙にあるとそこになんかまあ通るっていうのが良くないとか穴が開くっていう意味が良くないから穴の部分はえなくした紙に書いてとか縦に書いてとかまあその当時からやっぱり なんか書きながらのご注文というか、えー、そういったご要,ご要望もありながらもまあ最初は何でもやっていかないといけないなっていう気持ちのまま、えー、書かせていただいたりして、えーまあ、その手すきの紙に縦に名前書くそれを2枚欲しいということでまあそういったことを答えていったりしてましたでまあそんな中ですねやっぱり、まあ、い,いろんな方がいらっしゃる中で、えー、ポエム直感今のね 色紙の直感ポエムっていうのを定番で書かせていただいてたんですけれども、まあ、そこでお名前を書かせていただいて、まあ、直感で出てくるポエムを逆さまからもう書いてるわけですねその時から。でそしたらまあ書いてるうちに、まあ、読める方はやっぱりいらっしゃって、まあ、読みながら、えー、書き終わって、まあ、お客様の顔を見上げるとやっぱり涙してる方。 えすごいもう号泣でな話もできない状態で、まあ、一応僕がもう解説して読もうとする前からもう何が書かれてるか分かるっていうことで、えー、すごい感動していただいてる方も何名もですね一、えー、人じゃなくて、まあ、何名もこう出会っていくんですけれども最初やっぱりそういったところをまじまじと見た場合に。 自分がやっぱり最初いただいた感動、まあ、僕は感情を結構隠す方なんですけれどもその旅人に僕がもらった時もすごい感動しましたしでもまあそこでなんかあのねあの感情を輸入してしまうとちょっと駄目だなと、まあ、なんか自分の部分をこう隠しながらその時は立ち去って家に帰ってすごい考えたりすごい感動したっていう記憶をそのまま書いてるその現場でそ,こまそのまま。 感情移入するというかすごいあのもう気持ちをですね出してくれる方もたくさんいらっしゃって、まあ、そこで僕もあこ同じ気持ちの方もいらっしゃるんだっていうのが、まあ、少しずつ確信に変わっていきました、まあ、そこで僕も書,く書いてる本人なんですけどやっぱりもらって喜んでいただける方のその感動も僕ももらいながらああやっぱり良かったなと。 今ねこう会うのもこの時間出せてよかったなっていうふうにも思いましてやっぱり今やってること間違ってないんだということをですね感じながらやってましたそこでですねうんまあすごい、あのー、自分がやってることをまあ少ない数はねその当時っていうか思ったほど あの多くはなくて一日に10組いらっしゃるかどうかなぐらいの感じで対応はしててですね、まあ、お昼の方と、まあ、夜の方と深夜の方とっていう感じでその当時からまあ今と同じ変わらないスタイルで、まあ、現場に出てたっていうかですねあの外に出てやってましたけれども、まあ、いろんな方と対応させていただいて、えーまあ、まあやってることこれをもっと、えー、いろんな方に知っていただきたいし や、えー、やるべきかななとということを、まあ、常に考えながらやっておりましただ、まあ、その中でもやっぱり、あのー、そういう方ばっかりじゃなくて、えー、最初の頃は書いた時に「いやこれ何全然読めない」とか「何で書いてあるかわからない」とか、えー「字が汚い」とか、えー、そういったこともねもちろん、あのーまあ、言っていただける方もいらっしゃって、まあ、そこであ「読めた方がいいのかな字は」と。 僕的には絵としてこうなんかこういう雰囲気だけ好きな方がいていただければいいのかなと思ってたけどやっぱ読めた方がいいのかとかちょっと読めるように字を練習しようとかそういうふうに、あのーまあ、少しずつ改善をしながら書いてましてでまあ、うん、中にはやっぱりそういったところをこう厳しく言ってくれるっていうか、まあ、素直な意見を言っていただける方も、えー、たくさんいらっしゃってですね うん、なんか字が逆で書いて別にそのパフォーマンスでいいんだけどそのまと、あ、もに書いて読める方がいいんじゃないとかね「ああでもこの詩何?」みたいな「これはちょっと自分にピンとこないな」とかね「ああそ,そういうふうに見えた」みたいなね、えーまあ、僕は直感で書いてるんですけどもなんか僕のちょ、まあ、その当時でもやっぱり直感というものをこう、まあ、そういうふうに見えた偏,偏見というか僕がただその方を見て。 えー、書いたもう僕の今までの,この経験と感性で書いたんだっていうふうに捉えられる方も結構多くていやまあそう,そうじゃないんだけど僕もなんでこの文字が書いたかわからない状態で書いてるんですけど、まあ、そういうふうに見えたとかねそういうふうに私見られてんだとかね、えーまあ、そういうことを、まあ、リアルタイムで現場でこう体験していって、まあ、そこでまあ変えられる文字とかはやっぱり きれいに書くというか読めるように書くっていうのは練習したら書けるのでそこは練習したりとか、えー、してですねまあお客様のニーズを知らず知らずに知っていくっていうか、えー、そこでまあどんなことを思っている方がいらっしゃるんだなっていうところも自分の糧として、まあ、勉強だなということでいろんな方とこうお話をしながら。 もう傷つくことの方がおそ、まあ、らくね89割傷つくことばかりなんですけれども、まあ、誰もね見てくれないとか時間でいけば、まあ、その1日10組ぐらいしか見てくれないんだとかねその中でも購入される方っていうねお買い求めいただける方は何組だとかねそんな感じで、まあね、やっていけるかどうかっていうか、まあ、そういったところを通常は考えるんでしょうけども。 なぜかね。そこはそんなに考えなかったんですよね。うん。な不思議なことにまあ、でもやり続けて自分がこうやって座って。そういうパフォーマンスをしてるよと。 そういういこととをやってると新しいジャンルだとは思うんですけれどもも、まああの物をねアクセサリーとか販売されてる方とまた全然違う、えー、パターンなので、まあ、それを受け入れてもらえるまでのその時間もありましたしいつも書いてるよねってやっぱり言われるまでとかねいつもあそこで書いてるって言われるまではすごいやっぱり時間もかかったりしました。でややっっっぱりああるる程度ここううてててたら、まあ、そこで書いいよねっていうのが いい意味で捉えてくれる方もいらっしゃるんですが悪い意味で捉えてくれる方もいらっしゃってまあそうなるといつもあそこのね多分多分どう,どう考えてるかわからないですけどあの小僧いつもあそこで描いてるみたいなちょっと目障りなんだよなみたいな、ね、方もやっぱり出てくることは出てくるんですよねおそらく。えー、もしくはまあ何かねちょっといたずらしてやろうという方もねやっぱり出てきたり。 えーまあそこにはお客さんが来る、まあ、お店なのでですね夜のもう露天のお店だったら誰でも来るっていう大体わかるので、まあそこの小僧とこう仲良くしててでそこに来たあのお客さんねあの、まあ、そういう女の方がいたらナンパしてやろうとか,なんかそういう方もやっぱり集まってくる状態ではあったんですね。で、まあ、でももそその中でも、えーまあ、そこに来る その例えばこうナンパ僕がね書いてるところに来て僕と仲良くしててそこに来るお客さんに話しかけてナンパするみたいなそういうパターンの方もいたんですけど若い男の子とかですねまあでもその方はなんでこうそういうのに興味があるのかとかいろいろんでこう今そのことをやってるんだとかいろいろ話すことによってそれはそれでその方の人生の話とかを聞けたっていうのもですね僕がそうやってて活動してる そ、まあ、そこにお店を出していいるというか、えー、その路上でやることによってその方が引き寄せられてその方の経験の話が聞けるっていうことはやっぱりまあ何かしら僕がやってるパフォーマンスで売買、えー、だけじゃない部分でもなんか新たな経験が生まれてるっていうことにも気づきだしてその中でも、うん、一番印象的だったのが僕が書いてる あの場所ですね場所ででまあ警察にね誰かが通報しないと警察来ないんですけれども、まあ、警察に通報されまして警察がね、えー、そこはね、えー、許可取ってるのかという、まあ、そういう出だしなんですけれども、まあ、許可とかはねそもそもな,ないんですよねあんこ,こんな言っていいのか分からないけど許可はそもそもないみたいなんですよ調べれば調べるほど。でもなくても、まあ、通報した されたらら邪魔だだって通報だから警察は言わないといけないんだという話のもと、えーまあ、そういうことでこう僕はねどかないどかあ退かないといけないというかそういうことを繰り返してたんですがたまにこう人間味のない警察官っていうのもいらっしゃってこ,こんなん言っていいのかな <laughs> あの、まあ、物としか扱ってないというかやっぱり若い若手の警察官の方がもう通報したからそれは絶対俺が言うみたいな。 俺が言わなないいいとダメだみたた尖った警察官というかですねそういった方もいらっしゃってで来てまあ2人か3人ぐらいで来るんですけどねえそれもう早くどけてみたいなあの通報入ったからあのここねやったらいけないで分かってるでしょみたいなすごいねこう頭から来る方とかもいらっしゃってでなんかもう結構ね荒い口調で言ってたのをえ僕がですね渋々こう話を聞いて。 あまあ、一応理由は知りたいなと思って聞いてたら、まあ、早くしろうみたいな感じですごい態度がね、えーまあ、大きい方がいらっしゃってでその時にまあね語弊があるかわからないですけどその,そ,の手のその手の方がですね、まあ、そこら辺の近所の方なんだと思い思うんですけれども、まあ、通りかかりまして「えどうしたの?」と。 まあおじ,おじいちゃんなんですねまあ多分ね若めなんだけどな605060 60ぐらいの多分そっち系の方かなと思われる方がですね、えー、来てその警察に僕が言われてる時に「えー、どうしたの?」と「何してんだ?」みたいなでまあその警察の方が、まあ、こういう通報があってこうやってやってるいやそんなのいいじゃないか」みたいなで逆にですね「あれ?」みたいな不思議なことが まあそこででってきたわけですねそ,のそういった方に僕がなんか「お前はどこでやってんだ誰の許可取ってやってんだ」みたいな感じの警察じゃない方にうばれるような方のしかも上の方ですねそういった方が見方をしてくれたんですよでそれはまあ警察の方に「いやなんで何やってんだ」と言ってでまあ通報が入ってねここを撤去しないといけないから、えー、こ,のこの子にね どいいててもらうようよに注意してるんんだみたたなことを言ったんですねそしたらその方がですね「いやいやいやお前らそんなことやってるんだったら他にも捕まえたり悪いことしてるやつがいるんだからそっちに行けよ」と「別にいいじゃないかそこ何も問題ないじゃないか」みたいな感じですごい、まあ、ご今優しく言ってますけどすごい熱を帯びた感じで、えー、味方してくれる全く見ず知らずのおじさんが出てきてくださいまして全く なんていうか僕もびっくりしましまたけどね、まあ、ビビってましたビビってるっていう言い方もなんですけどびっくりしてたっていうよりはそうもうびっくりしてなんか僕もその方にも逆に怒られるんじゃないかぐらいの感じで思ってましたけど逆にこう見方をしていただいたっていうかまあすごいまともな意見でその警察の方に言ってその警察の方もちょっとね口調がやっぱり優しくなっていただいて。 まあ,結局まあ僕はどかないといけないことには変わりなかったんですけれどもそれですごい味方してくれる方が現れたというまあ王子様みたいな感じですね僕からしてもまあそういう不思議なことがありまして不思議だなあと思いながらもう僕も今まで生きてきた中で分からない不思議な経験がもうすでに起こっていることがあってまあ目の前でね涙していただいたりいろんな関係のないっていうかねえその僕が書いてる 意図としている商品じゃないものにも引き寄せられてくる方もいらっしゃったりでそこの警察っていう国の機関の方とのこのお話の中で国の体制が全部が正しいんだよっていうことじゃなくてそういった方にもこう意見を言える方が出てきたことによって国が全てでもないっていうか、まあ、何が正しくて何が間違いかっていうリアルな現場を自分の中で目で見てきたっていうことがね起こりました。まあ、そこで 不思思議だなと思って本当に何が正しくて自分は何をしないといけないということもより一層研ぎ澄まされてきたっていうそのきっかけはあったんですけれどもまあそういったことをしてたらやっぱりまあとある日に今度はですねまあその日はねそれで終わったんですね警察いなくなってで,でまた違う時にまた警察の方がね来てまあ警察と路上で書くということは結構 同じなんですけれどもそこでこう警察の方がま3人ぐらい来て今度はあの若手じゃない結構古株の方が1人いらっしゃって結構ねふくよかな男性の方がね1人いらっしゃってきてで一応ねそういった方も、あのー、また注意をしてくれるんですが全然丸腰な感じ丸腰っていうかですね優しい感じで、えー、今度は言ってくれて「一応ね通報入ったからもう仕方ないから言わないといけないけど」って、えー、ここねちょっとまだどいてもらう。 もらわなないいないいいいとけんんだみたいなね言ってててくれて3人で来てんで来すよ女性の婦人警官1人と若手の男の子とその古株の多分方と3人で来てて、まあ、警棒とか持ってるので結構ね武装してるんですけど、まあ、そう言われてで何やってるのっていうねな,なんでこれ始めたのとかそういう警察の方がこう聞いてくれたりしてで、まあ、そこでやり取りして、まあ、一応ねこう通報されたから言わないといけないんだけど。 頑張れれよって言ってて言くれたそ,その警察官がねいらっしゃってあれって不思議だなと思ってこの前まではやっぱりそうツンツンしてた、あのー、警察官の方がいたりねもう勝手にもう何て言うんですかね人間味のないというかもう通報されたからもうどけと早くもうどっか行け帰れとかね畳めみたいなそういう警察官もいらっしゃればやっぱりまあ人としてやっぱり職務をされてる方 いいらっっしゃるんだなっていうそういう極端な2人のね、あのー、警察官を目の前にして前回そういうことがあってで町の一般のあのおじいさんおじさんねちょっとまあ一風変わったおじさんではありますけどそういった方の助けもあったりしながらまた日を改めてまた警察来てまた言われるかなと思ったら応援してくれる言葉をかけてくれた警察官に出会えたりしてああまあ僕やってるのは。 まあながち99%間違ってるかもしれないけどもまあ1%は正しいと思ってもいいんだということもありながらまあ続けようと頑張ろうかなというふうに思って、えー、いろんな刺激を受けたのがその鹿児島の、うん、市内のですね、えー、ところでございましたまあその時の、うんまあ、状況としてもまあ僕のですね、えー、母とか、うん 姉とかですね、まあ、とかね兄弟もうい,いらっしゃるんですけどいらっしゃるっておかしな、えー、兄弟うだもねあの家族の方にもいろいろ相談して、まあ、僕はそういうことやるってことは言ってるんですけども、まあ、仕事3つともやめてまでやることじゃないだろうっていうすごい反対は食、えー、らってたんですね何考えてんだといい年になって、まあ、いい年になってというかまあ20それこそ23ぐらいだったので、まあ、いい年になって何考えてるんだと。 ちゃんとね、あのー、働けよというところからすごいまあ反発がありながらもうもうやるしかないと思って僕はや,やってたので、まあ、そういった警察官の、まあ、優しい言葉がすごいなんか響いたり、まあ、その助けてくれるおじさんとかもすごい感動しましたしまあそれでもやっぱり、まあ、何も先は見えないけど頑張ろうかなと思って、まあ、やってたんですね。 でそしたらそうそしたらですねまあいろんなこう今度はお客さんって呼ぶ方よりは旅人も来るようになりまして、まあ、日本一周回ってるっていうね旅人とかもいろいろ来て話をしたら「なんで日本一周しないんですか?」とかいう話をちらほら聞くようになって「何でだろうな」と思いながら「そっか日本一周か考えたこともないな」と「結構つらいんだろうな怖いんだろうな」とか思いながら日本一周。 日本一周かとまあこういったことをやる上では日本を回るっていうことはやってみたいなとかいろいろ思いながら本当にいろんな方に日本一周しないんですかとか回らないんですかとか言われたのでなぜかそういう流れになっていったんでしょうね。それでまあ、うん、たまたま週に何回か実家の方に帰って <laughs> でそこで、まあ、地元の同級生の。 まあ、飲み会とかねいうことがあってそこで飲み会とかにい行ってですねでまあみんな,なんかもう飲酒運転が厳しい時代だったので車で行ってで飲んだあとは車で寝て、えー、今はねさらに厳しいから祝曜日とかありますけど車で寝て朝方帰るみたいなパターンだったんですよ。そ、まあ、それれが1回ぐらいいしかななんんでですけれどものの時にあのー、みんなでこう 忘年会かかなんんだったんですけどねそれで集まって飲んでで車でこう寝泊まりしてで起きてなぜかその時によしみんなとこもこうやって、まあ、同級生と集まって話してたし日本一周するかっていう感じでふと思ってでそこにいた隣の同級生の男の、えー、同級生とですね2人,2人で僕の車に 寝てたんですよねでその男の,男の子っていうかその同級生に「日本一緒行くか」みたいな感じで「<laughs> 行く?」みたいな「いや仕事どうな時間あるの?」とか言って「いや何もない」って「じゃあ行くか」っていうことで「じゃあ今から準備しよう」ってことでその飲み会の次の日に次の日っていうかその朝ですね ふと車の中で思ってそれからその友達の,あの親に挨拶した方がいいよということで僕は挨拶しなかったんですけどその親の方に実家の方に行ってえその子はお母さんに5,000円お小遣いもらってで僕はそのまま準備してえ親にも何も言わずに「日本一周」が始まりましたっていうスタートを次回今度。 話したいと思います次回といいいうかか明日ですすね、はい、話したいと思いますそんな感じで日本一周がスタートしちゃったんですけどねでまあ一応補足として、まあ、日本一周する前にそういう、まあ、警察の方とかの話とか、まあ、旅人の話もありながら、まあ、並行して地元でなんかあのハンドメイドショップみたいなのがその当時ああのできてましてでそこに出店しないかとその何パーセントが手に入るよと。 そのパンお店にくださいねみたいな契約をしててそこに置かしていただいたりしたんですね僕が書いてることそしたらそのまあ親のお知り,知り合いの方とかも購入していただいたりして「えー、あそんなことやってんだ」って「いいね」みたいなことを多分親が言われたんでしょうねまああれだけ親もですねすごい反対してて「何やってんだ」みたいなずっとイライラされてました僕はおそらく。 イライラされてたというかちゃんとしっかりしろよみたいな心配されてた状態で多分周りからですねいいいのかくねねみたたな感じでで言われたんでしょうねもうふとあの僕も心残りではあった部分はあるんですけれどもふとある時にその日本一周する前の話なんですけれどもそれを手に入れた方からこう連絡があった母に多分連絡があってまあ母もですね こういうふういいいいにやっててすごい喜んでくれてるよとと話を聞いたとだからねまあ今、まあ、何やってるかよくわからないけど、まあ、そうやって書いてることをもっと頑張れよっていう母もですね、えー、言ってくれたことがポロッとね言ってくれたことがあってあれみたいなあんだけなんか機嫌悪くてはん <laughs> 反抗じゃないけど反対してた母がですね あれみたいな感じで、まあ、言ってくれたことがあって、まあ、それもなんだと人って変わるんだなとか変えられるんだなみたいなのをまじまじと実感したその不思議な現象の一つですねその警察のことにしかり警察の方に言ってくれたおじさんにしかりその母がころとね、えー、気持ちが変わったのか応援してくれる側にこうなってくれた時。 これが、まあ、すごいこう集まった時に、まあ、日本一周しようかなっていうふうになりまして始まったということでございます。ということで明日は日本一周の、えー、スタートした話を続きでねやっていきたいと思います。今日なんか長くなっちゃったな25分ぐらい30分ぐらい話してるね、まあ、まあまあそういうこともありましてですね前後しますけれども20分ぐらいをめどに考えてますが。 次回は日本一周の話をさせていいいたただきたいと思いますそれでは遅くまで聞いていただきましてありがとうございました一応ブラッシュはえ紹介させていただきますと YouTube 毎日アップロードしてるのと毎日 Instagram でライブ配信しておりますあと YouTube の方の下のリンクにもありますけれどもえアットライン,ラインあのブラッシュの LINE を登録していただきますと何時からどこどこで配信してると 毎日生配信している情報とかをお届けしてますので、えー、LINE の登録していただけたら情報をもらえるということでもしよろしければですね LINE の登録をお願いいたしますあとは LINE のスタンプ LINE の着せ替えも販売してましてあと、まあ、ブラッシュがオリジナルで <coughs> オリジナルで作った曲もですね CD も販売してますし、えー、Apple Music からダウンロードもできるように、えー、しておりますので もしよろしければそちらの方もどうぞよろしくお願いいたします今日は遅くまでありがとうございましたブラッシュでした 体感はは寒くくても心は強く持つ何もないところから始まりまだ一から何かを想像日々積み重ねる動きそのものが今を生きる力に変わるそれも本能